目指してたゴールに届きそうな時、本当はまだ遠いこと気づいたの。言いたいどこまで行けばいいのか、終わりのない日々をどうするの。ずっと飛び続けて疲れたな、羽休めていいから私はここにいるよ。あなたがもし旅立つその日がいつか来たら、そこから二人で始めよう。一筋の光を信じてみるの、それとも暗闇に怯えるの。ずっと飛び続けた翼がもう羽ばたけずにいるなら、私が温めるよ。あなたのこと必要としている人はきっと必ず一人はいるから、あなたが必要とする人ならいつもきっと隣で笑っているから。ずっと旅続けて疲れたなら、羽休めていいから私はここに